こんにちは、バンチャンネルのバンちゃんです。今回は発表会におすすめな真ん中 C ポジションで弾ける曲を紹介したいと思います。この動画ではおすすめのポイントやこちらの内容、リズムや記号ですね、それはもちろん具体的な教本のレベルを示したいと思っています。私がこう発表会の曲決めるときにこうバイエル初級程度とか導入程度って書いてある本がたくさんあるんですけど、それ一体どのぐらいなのかってバイエル使ってないからなんとなくピンとこないんですよね。なのでよく使われるピアノランドやピアノドリーム、オルガンピアノ、ヒケリオジュニアなどの楽譜を参考にして、このぐらいのレベルだったら弾けるよというのを紹介したいと思います。では今回紹介するのは小指ポジションで弾けるファンファンピアノステージ1より聖者の行進を紹介したいと思います。両手同時奏になっています。全部で18小節あってリピートがついています。で本当に丸々リピートするので、まあ、発表会だったらリピートしてもいいかなと思うんですけど、まあ、結構長くなりそうですね。先生の伴奏もついています。リズムは四分音符、二分音符、全音符、また不転四分音符も出てきます。あと各種休符も出てきますね。音楽的な記号についてですが、スラー、そしてフォルテ、メゾフォルテ、あとクレッシェンド、そしてアクセントやスフォルツァンドもついているので、ちょっと難しい記号がたくさん出てきそうですね。クレッシェンドは松葉のクレッシェンドじゃなくって、文字のクレッシェンドでできています。具体的な教本のレベルですが、ピアノドリームだったら2から3ですね。ピアノランドもちょっとしかと一緒に弾くところないので、ピアノランドの1もしくは2だと弾けると思います。ピアノ弾けるよジュニアは2の生徒さんは確実に弾けると思います。オルガンピアノは真ん中より後ろの両手同時奏が始まっている生徒さんは無理なく弾けるかと思います。では演奏をお聴きください。